はい、今日も中国史の時間が来たぞ。わーい、中国史の時間、中国史の時間が来たー。今回は、帰ってきた五胡十六国時代史の時間だ。郷土、鮮卑、血、帝、郷をはじめとする諸民族、五胡が、中華、特に華北の地に次々と王朝を打ち立てていった時代。五胡十六国時代の混乱っぷりは、ここまでこれらの動画で、一つ一つの国々の攻防に触れつつ、その歴史の流れを見てきたが、今回はいよいよ一連の五胡十六国時代紹介動画もラストだ。華北統一を成し遂げた前身の崩壊後の、華北西方の王朝の攻防を、語っていくぞー。西方、今回は五胡十六国時代後期の西方か。前回が東方の鮮卑御用部縁祭りだったから、仕方ないけれど、やっぱり、東方、じゃないと、なんだかテンション下がるわねー。何を言ってるんだ霊夢。諸民族ばっこし混沌極まった五胡十六国時代のカオスを煮詰めたような、時代、地域こそ、この五胡十六国時代後期の華北西方なのだぜ。前身が崩壊してから、北魏の華北統一によって五胡十六国時代が、終わるまでの死、50年、この華北の西側だけで、なんと、五胡のうち郷土、鮮卑、帝、郷と四種もの異民族、それに漢族が、王朝を築き攻防を繰り広げた、まさに大乱世五胡十六国中の、大激戦区だったのだぜ。五胡の諸民族が暴れ回った五胡十六国時代の中でも、ひときわ、多くの民族、王朝が攻防を繰り返した、大乱闘五胡フッシュブラザーズの、超激戦区だったってわけね。これは燃えるー。そう、さらに、今画面上で参戦しまくっている彼らだけではなく、北魏の大武帝や東晋、宋、の悠々、そしてあの華の風雲寺各連没没も加わり、この時代の華北の西方は、非常に熾烈なバトルロイヤルが展開されたのだぜ。うおー、一体、どの国が、勝ち残るんだー。さて、どうなるんだろうなー。それはこれからのお楽しみだ。よっしゃ、始めるわー。この動画は歴史の真実とロマンを追い求める、色とりどり人間の提供でお送りします。大敗。383年の翡翠の戦いに敗れた前身王朝は、この敗北をきっかけに、各地で諸民族の指導者による離反を招き、坂を転げ落ちるように、崩壊していったのだぜ。ああ、華北を統一した前身の栄光が、府県の諸民族雄和、天下平定の夢が、こうして分裂していった旧前身領で、特に有力な王朝となったのが、東は鮮卑御用部の雄、前身の武将だった御用水の建てた、前縁の後継王朝、後縁であり、西は強族出身の幼朝が起こした、後進だったのだぜ。というわけでまずは、前進崩壊後の華北西方の言う、後進王朝について語っていこう。いきなり大物来たー。ワクワク。さて、彼ら後進を建てた強族というのは、その民族について詳しくは、こちらのサムネイルの5個動画をご覧いただくとして、まずは後進建国までの流れをざっと紹介していこう。さて、彼らは五漢の時代に大規模な反乱を起こした小東京という、強族の一派だった。それが三国時代は義に、また秦、清秦、の時代は、秦に従い、秦末の栄華の乱の時には陝西省に集中していたという。この頃、この強族の集団は指導者楊翼中に率いられていた。さて、それから秦が滅び、華北で郷土の王朝全長が、覇権を握る時代になると、楊翼中は全長に基準した。さらに前朝も滅んで、血族の赤禄の王朝、皇朝が華北を制圧すると、その支配下に入った。ほーん、強族と楊氏は、時の華北の覇権国家に従っていたのね。そう、彼らは時の子族の政権に従い、これを支えていたのだぜ。しかし、皇朝が肝心である前便によって滅ぼされ、また子族の大虐殺が行われると、楊翼中は、さすがに彼の建てた王朝前義に従うことはできず、そりゃあ子族ぶっ殺し政権には従えませんわな。東晋に服属することにしたのだぜ。しかし強族の収録万個を率いて、南へ向かおうとしたところで、352年、後進の基礎を築いたとされる楊翼中は世を去ってしまった。楊翼中こうして強族の集団は楊翼中からその子、楊城に引き継がれ、南下を開始したのだが、前進軍と戦闘になり、3万個を失ってしまったのだぜ。半分失っちゃってるやんけー。しかし、なんとか楊城らは東晋に入ることができ、彼と強族の集団は東晋に基準したのだった。やったぜ。だが、楊城らは東晋で実力者院校と揉めてしまい、
結局彼らは、刀身からも離れることを余儀なくされたのだった。またしても追われてしまうなんて。さて、こうして幼女と教族は、今度は前縁に帰順しつつ、355年には大将軍、大前を自称し、自立してこちの老政を、目指して進軍しわじはたのだ。老政って、完全に前進用だけど、大丈夫かしら。大丈夫じゃなかった。357年、漢中への侵入を図った幼女集団は、府県らが率いる前進軍に敗れ、大将の幼女も廃止してしまったのだぜ。なあ、幼女、結局建国できずに彼も死んでしまうんか。幼女の廃止により、幼族集団の統領の座は弟の幼女に引き継がれ、幼女はその州を率いて前進に降伏した。こうして彼は将として、前進に仕えることとなったのだぜ。兄貴を廃止させた王朝に仕えたんか。幼朝も大変ねえ。しかし、支配下に置いた諸民族を厚遇した前進の府県の下で、幼朝は徴用され、全領攻めや東進攻めに起用され、活躍したのだった。そして前進の河北統一後の383年の、あの日水の戦いにも参戦したのだぜ。そして前進は大敗してしまった、と、そう。しかし前進の動揺は、教族養子集団にとっては自立の大チャンスだった。やったぜ。幼朝は府県に命じられた御用王の討伐に失敗した後、逃亡、伊水の北に移動して大将軍、大前羽、晩年新王を称し、独自の年号、白爵を建てた。384年のこの出来事が後進の建国だったとされる。うおう、教族養子の王朝、後進爆誕、そう。こうして発足された後進政権は、教族だけでなく、天水や南安などの地の肝心豪族や、郷土などの教族だけでない、諸民族も参加して政権が構成されたのだぜ。それからこの後進政権は、西縁と手を組んで勢力を拡大し、385年7月、西縁の攻撃を受けて宮古長安から脱出した府県を捕らえた。うおう、後進の幼朝があの河北統一の秀夫府県を捕獲したんか。そう。この時幼朝は府県に禅譲を迫り、正当な前進の後継王朝となろうとしたのだが、府県はこれを拒絶、ついに幼朝は、8月、彼を首に殺したのだった。おう、府県に直接手を下したのは後進の幼朝だったのね。そう、その後西縁が長安から東に帰ると、幼朝は空になった長安に入城し、そこで皇帝に即位し、国号を大秦と定めたのだぜ。こうして後進は、前進に代わって漢中を支配する王朝として、名実ともに勢力を確立したのだぜ。でも、同じく漢中を本拠地としていた前進の府県をやっちゃって、大丈夫だったのかしら。ご明察、後進はこの後、前進の残党土地で血を洗う争いを繰り広げ、幼朝の代で前進の残党を滅ぼしきることはできなかったのだぜ。こうして幼朝は393年、府県の亡霊に襲われる夢を見ながら没したのだった。府県の亡霊にやられたか。さて後進は、幼朝の後を継いだ長子陽光の時代に全盛期を迎える。出た。ビジュアル系君主陽光。この陽光はあの仏僧クマラ獣を長安に迎え、国を挙げて仏教を信仰し、肝心三宝院を用いて、前進の残党を率いていた不党を破り、後進の漢中支配を確立し、周辺国にその意を轟かせた後進切手の名君だった。うほう、後進切手の名君登場。まあ後進自体、初代幼朝、二代目幼皇、そして、最後の皇帝幼王の、皇帝天王、は三人しかいないんだけどな。ははあ、まあ400年代初頭、後進は幼皇の指揮の下で精神を属国化したり、南領、北領が独立して弱体化した公領も服属させた。さらに西領、北領、南領も後進に入皇し、後進は領州に対しても、強い影響力を及ぼすこととなったのだぜ。また後進は東方へも勢力を拡大し、西縁の領土や東進の支配下にあった、洛陽も奪取し、さらに東進で戦王を振るった観音に反対する勢力も、迎え入れたことにより、その勢力はますます強化されたのだった。こうして後進は、最盛期には人口が300万人に達したとされるのだぜ。やったぜ、後進の西方統一待ったなし。だがしかし、西の覇権国家となりかけた後進に、北からの脅威が迫ったのだぜ。何やつ、先北拓跋部の王朝、北魏である、北魏の拓跋系、東部帝、との激戦、西壁の戦いで、陽光の弟陽平の軍団を全滅させられる、という大敗を被った後進は、
北方進出への野望をくじかれるとともに、それまで後進が優勢だった、北魏との力関係が逆転してしまい、後進の衰退が始まってしまったのだぜ。ああ、後燕も叩き潰した北魏強すぎんよ。ただ前進も、407年に北魏と和睦を結び、関係を改善させたが、今度はこの関係改善に反発した、各連没没が後進に反旗を翻し、夏王朝を建国して自立し、オルドスから先西北部にかけて勢力を広げたのだぜ。ごごごごごごご、あの各連没没まで？さらに、それまで後進に服属していた精神も離反、独立し、おまけに、両校を支えていた肝心参謀院にも、いつの間にか世を去っていた。あれあ、なんてこった、なんてこった。さらに東進では悠々が実権を握り、以前落葉を奪った後進に対して、猛然と反撃を開始したのだぜ。あばばばっばっばばばっばば、もうダメだー、おしまいだー。そう、後進が窮地に陥っていく中で、416年に楊公は没し、息子の楊王が後を継ぐも、内乱が勃発し王朝内部がガタガタになり、北から各連没没が、南からは悠々が後進に侵攻、ついに、悠々は落葉を奪回。さらに417年8月には都長安まで落としたのだった。こうして後進は滅亡し、後進の皇帝楊王は健康で処刑されたのだぜ。うわぁ、ついに後進滅んじゃったー。そう、不健にとどめを刺して全身を滅ぼし、河北の西方で派を唱えた後進は、このようにして周辺国から袋叩きに遭い、30年余りで滅んでいる。竹木者もついには滅びぬ。さて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 、気を取り直して次行くぞー。はーい、オッケー。次に紹介するのは、新シリーズ第2弾、精神、だ。ほわー、ちっちゃい。これは弱小国ね。それはまあその通りなのだが、意外なことにお隣の河北西方の強国、後進より長生きしたと言っても良い政権なのだぜ。おお、ええやんええやん。頑張って生き延びようとする、小国の気概、私そういうの好きだわー。ではここから、その精神の成立と滅亡について紹介していこう。さて精神は、老星や火星に集中していた戦費、いわゆる西部戦費と、呼ばれる集団の中の吉服、吉服部が建てた国家だったぜ。戦費、前縁や後縁などの母用部や、北魏の卓抜部などの、仲間だったのね。そういうことよ。彼ら吉服部はもともと官宿で遊牧生活を営んでいたが、勃興、拡大する前進の攻撃を受けて降伏し、その主張は南前羽に任じられ、前進に従ってその敵対勢力と戦ったのだという。こうして前進に属するようになった時の吉服部の指導者、吉服国人は、383年のあの大歴史イベント、翡翠の戦いにも参加することになっていたのだが、出撃の直前になっておじ吉服補体が、老政で反乱を起こしたため、これの討伐を行うということで、大敗北翡翠の戦いを回避することに成功したのだった。うほう、吉服国人神回避。さらに翡翠の戦いの大敗北後の前進の混乱の中で、老政で諸部を糾合し、14万人を集め一大勢力となったのだぜ。ちなみにこの時吉服国人は、ちゃっかりおじの勢力も吸収している。吉服国人やるー。そして不健が楊朝に殺されると、彼は385年9月、大都督、大将軍、大前羽、臣下に収牧を自称し、独自の元号、建基を立て、有志城を都として独立したのだった。これが、精神の成立だぜ。戦費吉服部王朝の誕生だー。ただまあこの政権は、完全に独立していた時期はかなり短く、周辺の強国から索封を受けつつ、勢力の拡大を目指す国家だったのだぜ。従って従って従いまくる、生き残るためには仕方なし。そんな精神は、まず前進に服属したのだぜ。前進って翡翠の戦いで滅んだんじゃなかったの？すぐに滅んだわけではなく、漢中では一定の勢力を保っており、吉服国人はその前進と手を結んだのだぜ。なるほどねー。さて388年6月、精神の建国者吉服国人は病没し、その弟の、吉服建基が後を継いだのだった。彼は近所に戦闘し、前進と連携しながら後進に対抗したのだが、公領に領土を奪われたり、前進の不健の後継者不当が撃たれるなど、苦境に立たされることもあったが、戦費や強族の小集団を吸収し、前進の残党や高級地の勢力を破り、
精神は老政支配を確立させ、そして394年12月、秦王を称したのだった。なんだかんだで精神、王を自称するくらい強くなってるやんけ。そう、この頃精神は全盛期を迎え、人口100万人を超えたという。全盛期でも人口100万人超え程度か。しゃあない。その後精神は公領に圧迫され、公領が分裂、弱体化すると、今度は公臣に攻められ、吉福建基は南領に逃亡せざるを得なかったのだぜ。いやあ、しかし彼は、南領で謀反を企んでいたのを察知され、今度は公臣に亡命せざるを得なくなってしまった。吉福建基を、こうして吉福建基は公臣に逃げ込み、無事公臣の武将となったことで、精神は一旦滅亡したぜ。これが400年11月のことだった。精神の方が長生きって言ってたのに、後進より先に滅んでるやんけー。大丈夫大丈夫、まだ1回目の滅亡だ。その後吉福建基は、自身の勢力を保持することを許されている。そして後進が402年5月に、西壁の戦いで大敗したことで、衰退が顕著になっていくと、吉福建基は409年7月、再び秦王を自称し、孔子と元号を定め、独立、精神は再興したのだぜ。精神再興ゴーゴーイエイ。こうして復興した精神は、弱体化した孔子を攻め、領土を広げるとともに、南領や豊国根にも攻め入り、かつての勢いを取り戻した、かに見えたのだが、なんと412年2月、精神王吉福建基は、兄の子吉福孔父に、諸子14人とともに殺害されてしまったのだぜ。ああ、やっと精神が復活したってのに、残念ながら吉福建基の波乱万丈の生涯は、唐突に幕が降りてしまった。安らかに眠れ吉福建基。さて、吉福建基らを殺した吉福孔父を討って、その後を継いだのが、吉福建基の長子、吉福子晩だったぜ。よーしよしよし、この顔グラフィックは有能。そう、吉福子晩は414年には父吉福建基を討とうとした。南領を滅ぼしてその勢力を制圧し、さらに豊国根も圧迫したのだった。おお、親父を脅かした南領を討ったの。いや吉福建基が殺されそうになったのは、南領で謀反を起こそうとしたからだったわ。普通に自業自得よね。まあまあ、いずれにせよ精神は南領を平頓し、吉福子晩も、その意を誇り、秦王を自称したのだぜ。こうして勢力を伸ばした精神は、東秦やそれに成り代わった南朝宋と結び、漢中に進出してきたやべえやつ、かくれんぼつぼつを牽制しつつ、西領、北領の争いを利用して領州への進出を狙うなど、うまいこと立ち回っていたのだが、421年に北領が南領を滅ぼし、領州を統合すると、その戦力の大部分を東の精神へ向けることが、可能になり、精神への攻撃を激化させたのだぜ。あかんあかん、これはあかん。さらに花王朝のクレイジー風雲寺、かくれんぼつぼつも漢中に殴り込みをかけ、豊国根まで精神の西方に進出して脅かしたのだぜ。包囲網敷かれちゃってる。吉福子晩はこのような窮地に陥ると、北魏と関係を深め、背後からかを攻撃するよう頼み込み、なんとかこの危機をしのいだのだった。うおう、危なかったわねー。だが、一時的に攻撃を防ぐことができても、劣勢は覆すことができず、精神は衰退に向かい、428年には南領を滅ぼした名君、吉福子晩も世を去ってしまったのだぜ。そして、その子吉福母松、名前の通り松代の君主が秦王の地位を継いだ。この顔はあかん顔だわねー。そして精神は、北領の圧迫や蚊の侵攻に苦しんだ末、北魏に救援を要請するも、侵攻してきた北魏軍に押し出された蚊軍に攻められ、玉突き侵攻。都南安は431年に降伏し解城。こうして精神は滅ぼされ、吉福母松も間もなく殺されたのだった。ああ、北魏によって華北が統一され、五胡十六国時代が終わるのは、この時から8年後のことであり、精神滅亡の同年に華も滅んでいることから、精神は五胡十六国時代の最終盤まで生き残った国だったわけだが、残念ながら国は滅び、君主も殺されてしまったのだぜ。一回滅んでも復活したり、外交も駆使したりして、結構頑張ってたのに。というわけで次行こか。よっしゃ、バッチコーイ。情緒不安定すぎるだろこのまんじゅう。さて次は華北の西の果て、両ゾーンの攻防を紹介していくぜ。ああ、西方の辺境ね。西域との貿易や屯行とかでロマンはあるけれど、まあ中央とは大して関係のない。
田舎よねー。ところがどっこい。いや、どっこいしない。私の浅はかな見識をどっこい否定する流れじゃないの。所詮領収なんて、中央から遠く離れた田舎よ。府県がクーデターを起こした時からの協力者で、西方遠征に出て、熊良銃をゲットした帝族将軍の起こした国や、みんな大好きトレンディーな種族、戦費特発部がついに築いた国、それに、おそらく郷土の一派とはされているが、謎の民族、ロスイコの建てた国、あとは、あのキングダムの主人公李信や老子、非将軍李光を祖先に持ち、後に東王朝を開いて東アジア世界の頂点に君臨した王家、李氏の、先祖とされる人物が開いた国しかないんだからなぁ。確かに地味なもんよ。地味じゃなーい。なんで辺境にそんな個性的な国々が詰まってるのよ。西方の果ての混迷、まだまだ楽しんでいってくれぜ。まず最初に紹介するのは光陵。これは前身と同じチベット系帝族の、旅行という前身の将軍が建てた国だぜ。旅行、おかんか。その旅行とは全く関係のない旅行だから大丈夫だ。さて旅行は、前身の不死と同じく薬用の帝族、つまり不死と、同族だったのだぜ。彼はその縁もあり、府県が前身の君主となる前から使え、不正に対するクーデターを敢行した際も、府県に従って戦ったのだぜ。旅行？府県の孤高の新安系。そう、府県の親族が起こした反乱の鎮圧や前縁攻撃にも参加し、そして領州方面平定の総司令官として起用されたのだった。彼は383年から西方遠征に出陣し、384年までに敦煌や木地を制圧、木地でゲットした名僧熊良銃の勧めに従い、投機を決断すると、385年、攻略した交渉で、翡翠の戦いでの大敗北と、全身の大混乱を知ったのだった。旅行？浦島太郎状態になってたんか。そう、仕方ないので精神してきた後進軍を打ち払って領州の要衝。小僧に入り、そこで領収し、御教皇位を自称して自立したのだぜ。そしてその後、386年に府県の死を知った旅行は四川公を自称し、府県に文章皇帝の死後を送った。こうして光陵は成立したのだぜ。さて、旅行は自身の政権である光陵を領収に打ち立てると、全身崩壊後の混乱をついて特発部などと協力して全領の復興を図った。全領最後の君主朝天爵の胡朝大を打ち破って、387年には旧全領の領土をほぼ掌握することに成功したのだった。順調に領土広げてるわねー。そして396年には国王を大領として、天王の位についたのだぜ。順調に出世してるわねー。しかし、一見順調に築かれたように見えた光陵には、大きな問題があり、それは、政権の主要官職が吉一族や五個の官僚で、独占されていたことだったのだぜ。光陵って帝族、つまり五個の政権でしょ。吉一族と異民族が官職を独占したって、文句でないんじゃない？それが文句出るんだよなぁ。領州は肝心名族の力がかなり強かったのだが、彼らは光陵ではせいぜい軍隊司程度にしかなれなかったので、反発を招いてしまったのだぜ。加えて精神との攻防も熾烈になり、その隙をついて、397年の1月には戦費の特発庫が自立して南領を建国。さらに5月には、ロスイコの祖居毛村が軍隊手段業を擁立して、自立し、北領を建国したのだった。あんなあ、光陵独立されすぎー。全くもってその通りだ。光陵は統治に失敗したせいで、397年には、領州だけで三国志状態になってしまったのだぜ。旅行は将としては優れていたけど、政治力はなかったってことを。そういうことよ。旅行の爪の赤を煎じて飲ませたい。さて、政権作りでやらかしてしまった彼は399年、あの世へ行く直前に、嫡子旅称に天王位を譲り、自らは太上皇帝となって世を去った。そして旅行のいなくなった光陵は、内紛を起こした後に南領、北領を攻撃し、失敗してさらに弱体化した上、精神からの攻撃を受け、またまた弱ったところで内紛のおかわりが勃発、そこを今度は光心に攻撃され、光心に服属したのだが、その後北領、南領から攻撃され、ついに最後の君主余裕は、光心軍を迎えるために長安へ出向き、光陵は完全に滅亡したのだった。なお余裕はその後光心で謀反の角で殺された。光陵へ、光陵はこれでおしまい。次行くぜ。次は南陵か北陵か、どっちがいい霊夢。
パイナップルみたいな頭の方？よっしゃ、それじゃあ、戦費特発部の特発ウコが起こした、南洋について語っていくぞー。さて、ハゲカミ部とは、北魏を建国した戦費特伐部と同祖の種族とされ、新書記には、その一族の特発樹機能が領州で10年にわたる大反乱を起こした。特発樹機能、特発樹機能、しかしその乱が平定された後、特発部の動向はよくわからなくなり、特発、そして4世紀後半に再び現れた特発部は、全領再興を目指した、強大魚に協力するも、彼らは失敗し、間もなく当時の特発部の指導者、特発師福建も没し、特発部はその子特発ウコに引き継がれたのだった。やったー、ついにパイナップル頭のウコが来たー。そう、特発ウコの時、特発部は公領に従っていたのだが、戦費族や肝心豪族を取り込んで勢力を拡大させていった特発部に対し、公領の横尾は、特発ウコに加勢戦費代と徳、公部兼公といった、高位交換を与え、懐柔しようとしたのだが、でもそう、公領の時にも話した通り、衰退する公領に対して、397年1月、特発ウコは大善を、聖平王を称し元号を大所として、独立を果たしたのだぜ。これが南領の成立だ。特発ウコは五個だけでなく、領土周辺から登用した多様な人々で政権を運営しようとしたぜ。しかし公領攻略へ向けて準備を進める中、彼は酔っ払って落馬して肋骨を折って死んだ。はぁ、彼は旅行親子を喜ばせてしまった、と言って死んだという。ウコ、また旅行も同年死んだ。旅行、さて、特発ウコの後を継いだのが特発六里子であり、彼は漢族には農業をさせて不益を取り、特発部には戦士として、軍務を課し、富国強兵を目指したのだが、後を継いでわずか3年で死去。402年にはその弟のハゲカミ塾団が後を継いだのだった。うん、この顔。さて南領は、北領と組んで公領を圧迫する戦略を取っていたが、403年、公領が後進に下ってしまったのだぜ。あ、公領の滅亡ね。そう、こうして領州には公領よりも強力な後進が、進出してくることとなってしまったのだぜ。うわぁ、これは厄介な状況。なので特発塾団も後進に侵入したのだった。南領も滅亡。そう、一旦滅んだんだ。ただ南領が公領と違ったのは、勢力と軍事力を保持したことだな。こうして南領は、後進に従って私腹しながら勢力伸長を目指すことができたのだぜ。ただ、同盟を解消した北領との戦いには敗北し、新興勢力だったかの各連ぼつぼつにも敗れ、さらに後進からも圧迫されるなど周辺国に散々苦しめられたのだった。つらひ。だが後進の弱体化により、特発塾団は408年には再度、両王に即位し独自の元号を立て、独立したのだった。南領復活。だが、もはや南領の国力は周辺諸国より明らかに低下しており、再独立を果たした時が、最後の栄光となってしまったのだぜ。ああ、南領はしばしば北領に敗れて領土を失い、土翼根も活発に動き、精神まで南領に攻撃を仕掛けてきたのだぜ。うわぁ、どこかで見たタコ殴り状態。こうしてみるみるうちに領土が縮小していった南領は、414年6月、精神に降伏して滅亡したのだった。これは完全滅亡だったぜ。なお、特発塾団はその年のうちに精神で殺されている。特発王朝南領が、はい次、ラスト二つは北領と西領だ。北領は今出てきたけど、西領はまだ他の国の紹介でも見てないわね。というわけで、西領の紹介から先に行くぜ。ほいほい。さて、どうして西領が今まで登場しなかったのかというと、この国は、北領から分離独立した国で、その西側に勢力を伸ばしたからだ。だから攻防において深く関わり合うのが北領だけになってしまい、他国との関わりで紹介することがなかったんだぜ。なるほどねー。というわけでその建国から見ていくと、始まりは北領が398年に敦煌を支配した際に、猛敏なる人物に、敦煌を治めさせ、李光を皇国建礼に任命したことにあった。この李光は、猛敏が間もなく死去すると敦煌の豪族たちに、推挙され、北領政権もそれを承認し、敦煌大使となったのだぜ。そしてこの李光、なんと、戦国時代の真の優勝で、あの週刊ヤングジャンプで大好評連載中、絶賛調も攻略中の漫画、キングダムの主人公、李信の末裔で、
前漢の武帝の時に活躍したし将軍李昂の16世の孫にあたる人物とされるのだぜ。そして前漢の李昂や戦国時代末期の李信からさらに遡り、春秋時代の哲学者、老子こと李治こそ、その始祖とされているのだ。なんちゅう華麗なる一族。そして老子、李治、李信、李昂、李昂と連なる一族は、唐の大宗李世民に至るのだぜ。という、同化してる系譜については、こちら、李信の動画をご覧いただきたい。さて、なぜか古今の李姓の有名人の血族に組み込まれてしまった李昂だが、彼は名族である老姓の李氏出身の人物として、肝心豪族社会で、重きを成していたのだぜ。そんな彼が敦煌の肝心豪族に推挙されたのは、自然なことだったのだ。そして400年11月、北陽の新将軍太子東陽が北陽から離反した際に、彼が李昂を陽光に推戴し、それをきっかけに李昂は、陽光、新陽に収穫、五強行為を称して自立し、敦煌を中心とする、自立政権を成立させたのだった。これが政陽の成立だ。この政権は、かつての肝心政権、前陽を復興するとして、敦煌の肝心名族をはじめ、陽州西部の肝心を救合し、かつての黄陽陽の主戦異性を支配する王朝となったのだぜ。この北陽から独立した政権は、東方への進出を目指したため、後進の支配下にあった特発塾団と結んで北陽を脅かしたぜ。しかし西陽は北陽や南陽に比べても、軍事力も経済力も弱い、五胡十六国時代の中でも弱小国で、そのため李昂は、開墾や水利事業を進め、農耕や養蚕の振興に力を入れた、また聖域とも接している土地柄、西方貿易も熱心に行い、西洋は経済的に安定した社会を築いたとされる、また学問の、奨励も行い学校を起こし、儒学を元にした漢族文化の社会の維持に、努めたのだった。こんな西の果てで漢族文化の肝心王朝が成立するとはねえ。しかし西洋の軍事力の低さはいかんともしがたく、南洋が衰退し、北洋が西洋方面へ多くの軍を振り向けることが可能になると、西洋は追い詰められていったのだぜ。あと、トヨクコンも侵入してきた。トヨクコン、隙を見せるとすぐ侵入してくるわねえ。こうして西洋が衰退していく中で、417年、李昂も没してしまい、自死の李金が後を継ぐも、北洋の侵攻は年々激しさを増し、420年の6月には東進の作法を受けることができたものの、その翌7月には、北洋に大敗して李金も戦死してしまったのだぜ。ぬわあ。そして四川は陥落し、李金の所定の一人が敦煌を守ったのだが、421年3月には敦煌も陥落し、西洋は滅亡したのだった。ああ、西の果ての肝心政権もあっけなく滅んでしまった。しかし李昂の子孫は、生き延びて北魏に仕えた者が数人おり、李昂のひ孫李忠は北魏に仕え、光文帝に信任され、律令の制定や令政の制定に貢献したとされる。西洋の李昂の子孫は残ったのね。よかったー。残らなきゃ唐の李氏にまで血族が繋がらないからな。さて、黄陽、南陽、西陽と怒涛の陽ラッシュもこれで最後、五胡十六国時代後期、陽王朝開催後の勝者、北陽を紹介しよう。この北陽の実質的な建国者は盧水胡の祖居毛孫なのだが、盧水胡って何よ、聞き慣れない民族名だよな。これは祖居毛孫の姓、祖居が、郷土の官名っぽいことから、郷土の一派ではないかとされる民族だ。ただこのあたり諸説あって、月氏という郷土に敗れた民族とも、その月氏に郷土や郷族が混ざった雑魚であるともされる。ただ、盧水胡は胸壁付近を流れる現在の国画であるとされ、かつて、296年、異民族が陝西省で起こした反乱に郷土や郷族に加えて盧水胡が、参加したという記録もあるため、郷土とは別の国が有益に住んでいた、異民族で、政治的に郷土の影響を受け、官名が姓として用いられるようになった、郷土の別種、五胡の血のような民族なのではないかともされるのだぜ。なるほど、もしかしたら独立した民族だったのかもしれないのね。そう、このような盧水胡の族長が、祖居氏であり、祖居毛孫の父は、全身に仕えて中国軍、近中の軍の指揮官、となったとされるのだぜ。それから盧水胡は、祖居氏の下で部族としてまとまりながら、全身の崩壊後は、領州の光陽政権に従っていたという。しかし、光陽の天皇旅行によって、397年、
精神討伐失敗の罪で、公領の高官だった祖居毛村の二人の叔父が処刑されると、祖居毛村は彼らの葬儀に集まった数万の露水湖に向かって自立を宣言、公領に対して反旗を翻したのだった。うおぉ、立てよ露水湖。こうして立ち上がった祖居毛村らは公領と戦い、一旦は敗れたが、視線にいたいとこの祖居男性の合流や、肝心で健康軍隊主だった団行の擁立により、勢いを得たのだった。ただ北領の建国は団行を領収公に擁立した。397年5月のことであり、この北領政権で最初に権力のトップにいたのは、肝心団行だった。ということは注意しておきたいところだ。ほえー、最初は団行が一番偉かったんだ。しかし結局は実質的な指導者。祖居毛村の策で祖居男性と団行は、401年に抹殺され、公領政権は無事祖居毛村のものとなったのだぜ。毛村、この人意外と策士タイプなのね。そう、ただこういうタイプは乱世には滅法強い。祖居毛村は名実ともに北領の支配者となると、公領の駆逐を目指し、同時期に公領から独立した南領と手を組んで、公領を叩いたのだった。この戦略は一定の成果を上げたぜ。また公領の東には、公領よりよっぽど強い後進が控えており、大きな脅威だったため、祖居毛村は後進の攻撃を受けないよう、公領滅亡後は後進に、召喚し、後進から官位を授かったのだった。こうして北領は、直接国境を接している南領や西領と戦い、特に南領とは何度も激突し、411年には重要拠点小僧まで、奪取していった。こうして祖居毛村はその年の11月、華西王に即位した。反対に重要拠点を取られた南領は著しく弱体化し、414年には、精神に滅ぼされたのだった。そして南領が滅ぶと、今度はそれと連携していた西領が孤立し、しかも417年には君主李光も世を去ったため、北領は、西領に盛んに侵攻を繰り返すようになり、421年にはこれを滅ぼして、敦煌まで支配下に置くことができたのだった。これによって、西域諸国との貿易が活発に行われるようになったのだぜ。やったぜ。ただ南領も西領も滅んでしまった後、北領が、退治しなければならなかったのが、精神やか、そして北魏だった。この辺りの国々は領州に割拠した勢力よりもはるかに強く、そのため祖居毛村は蚊と結んで、精神、北魏に対抗したのだぜ。加えて東進やその後に成立した僧からも感謝をもらうなど、積極的な外交政策を展開していったのだぜ。こうして北魏、蚊、精神といった諸国が戦いを繰り返す、華北西方の乱戦の中、北領は外交策でなんとか命脈を保っていたのだが、431年になって精神とかが滅亡し、北魏が勢力を拡大させてくると、やばいやばい、祖居毛村は北魏に息子を人質に送るなど、北魏を外交上の最重要国とした。いけるか、北魏、北領の生存を許してくれるか、許してくれたのだぜ。当時北魏は南方の僧を警戒していたため、頭を下げる北領を厚く遇し、祖居毛村を領収牧、領王に任じている。よかったー、助かったー。そう、この時は助かり、北領の実質的な建国者祖居毛村も、433年に無事病死することができたのだぜ。ああ、この言い方はもうあかんやつー。そう、北魏は祖居毛村の葬儀に監視団を送り込み、僧が認めた後継者を配してその兄祖居牧犬を王に即位させたのだった。葬儀の監視はするわ、王は取り替えるわ、北魏内政干渉しすぎー。それだけ北領は北魏に属国化されてしまっていた、ということだろう。しかし、死んだ祖居毛村もやたらと葬儀に縁のある人物だぜ。叔父の葬儀で露水湖を率いて決起し、自身の葬儀で、北魏による北領支配を内外に大いに示したのだから。さて、その後北領は、祖居牧犬と大武帝の間で相互に通婚関係を結び、より北魏と密接な関係になったものの、華北で北領以外の国が全て滅ぼされると、439年9月、直々に北魏軍を率いてきた大武帝に小僧を攻められ、祖居牧犬はあっさり降伏した。こうして北領も滅び、これをもって北魏の華北統一は完遂したとされ、激動の五胡十六国時代は、終焉を迎えたのだぜ。ここからは、北の王朝と南の王朝がせめぎ合う、南北朝時代に入る。ついに五胡十六国時代が終わったか。ちなみに祖居牧犬は、
その後小僧の財宝を隠し持っていたことがバレて、大部帝との二重通婚で高級に入っていた妹を含めた相続すべてが処刑された。財宝パクっただけで一族もろとも処刑なんて厳しすぎるんを、んを。そして祖居牧犬の降伏後、西へ走った牧犬の弟たちは、敦煌や交渉まで拠点を移し、ある程度の勢力を保った。残党が生きてたの？だが彼らも460年、従前の攻撃によって滅ぼされたのだった。ごご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 。河北西方の大混乱については異常だ。かなりの部分を端折ったし、この人の王朝、かに関しては、こちらの動画があるので完全にすっ飛ばした。あとは旧知と公職だが、旧知は限定動画送りで公職は悠々の時に、触れられたら触れよう。では、五個十六国時代のざっとした流れ、ここまでご覧いただき、ありがとうございました。大乱世先生の次回作にご期待ください。といったところで今回はここまで、今回もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントいつも誠にありがとうございます。メンバーシップ登録も大変励みになってるぜ。スーパーサンクスも、めちゃくちゃ嬉しいだけです。コミュニティにてアンケートも実施中なので、そちらもご協力お願いします。ではまた次回、中国史の時間にお会いしましょう。さようなランドパワー。終わり。